太陽チャンネル。1800X 年、レコ海のどこかでお宝を積んだ船が深海に沈んだ。そして2000X 年、我々海の探検隊チームは上空から海をチェックしたり、檻から海中のサメの状況を調べたり、レゴ界を日々調査し、そのナンパ船の位置情報をキャッチした。今回の任務は海底に沈んだ難破船からお宝を見つけ出す、回収してくることだ。太陽隊員、やってくれるね？任せてください。この辺りの海には凶暴なサメもいるからな。よっそ、お宝発見に出発。ナンパ船のあれだな。確か橋の近くって船長が言ってたな。よし、開けてみよう。あった。よし、早速船長に報告だ。回収回収。船長、お宝の回収に成功しました。よし、よくやった。注意して帰ってきてくれ。よし、今回の任務は成功だ。ありがとうございます。何でもなれるぞ、レゴシティ。はい、はい、ということで今回はね、レゴシティを使って寸劇をしてみました。で、今回ね、寸劇で使っていたこちらのね、めっ超大きなかっこいい海底探査船と、あとね、こちら翼の方にある寸劇では使用してないんですけども、こちらもめっちゃ巨大な飛行機。こちらの2種類はね、今回おすすめの商品となってますんで、少しねギミックを紹介していきたいと思います。まず翼の方にあるこちらのレゴシティパッセンジャーエアプレイン、こちらはね、こんなでっかいの買ったことないもんね。今太陽の方に見えてるのがエアポート。なんかね、上に人がいて、なんか優雅にコーヒー飲んでんだよね。でね、あと中の方もすごいリアルにできていて、ね、なんかチケット買うとこかな。で、あと時刻表だとかね、なんか結構リアルにできてる。で、あとはね、あとね、これタラップかな、タラップっていうね、この階段状になったやつも結構リアルにできてるんだよね。高さがね、ちょうどぴったり、これね、登場する時のぴったり。ミニフィグもね、これ多分パイロットかな、あとはお客さん、あとね、これ車運んでる。そうそう、これ車運ぶんだよね。っていうことは、これから見せるんだけど、この飛行機実はね、車も乗せることができます。じゃあね、ちょっとこの飛行機の方はちょっと翼に開けてもらおうかな。この上開きます。じゃーん、お、取れた。結構ね、中の方も精巧できていてね。トイレ、あ、そう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 、トイレもあって、これリアル、ジュースとかをね運ぶやつもリアルに表現されてる。これ可愛くない？このお父さん赤ちゃんと一緒なんだよね。哺乳瓶持ってる、かわいい。そして今回のギミック、ここを上にキュッと上げてみて、じゃじゃん。お、広いでしょ。車、ね、車を置ける。車を置ける。で、実際に置こう。この車を運ぶこちらのね、車で横付けして、はい、
車を入れることができます。はい、待ってました。バイバイ。はい、ね、結構遊べるね。でね、なんかこの飛行機の上もなんかこのポチポチ人を立たせることもできます。まあ、そんな感じですね。すごいリアルにできたかっこいい飛行機です。はい、次はね、海底探査船。まずね、こちらの大きなギミックはクレーンかな。クレーンのこの先のところにサメを調査するね、このカゴみたいなやつを引っ掛けて、上下させることができる。ここをね、くる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 回したらほら上下できるし、実はこのクレーンは、はい、前後にこうスムーズに動かすこともできます。あ、回せる。サメだよ。そう、そのサメもね、結構リアルにできてる。これ前のサメよりかは結構で、あとこちらのクレーンの方は、こちらのボートもね、引っ掛けたりすることもできます。ねえねえ、こんなか、こんなか。そうそうそう。あとね、おお、運転席。今ね、翼が下がってこっちのブリッジっていうのかな。はい、こちらがね、上を開けると、で、実はこれね、取れます。ピッ。あ、寝る場所ってる。チームの人たちは寝るとこかな。うん、でーん。さらに中が見えます。結構ね、こっちもリアルにできていて、コーヒーメーカーがあったり、あ、船のね、異常とかをこうすぐこう見れるような、なんかモニター関係だとか、お食事するとこかな、うん、椅子があったりします。会議みたいな。で、あとね、ここ横には、サーチライトが。あ、言い忘れたんだけど、このクレーンのやつは後ろの部分のこの黒いところを回してみて。回すとほら、クレーンが上に上がります。大丈夫かね。サメがいる、逃げろ。あ、ね、何これ、すげえすげえ。そう、サメの調査が終わった後、これで上げることができるんです。なんとこの前にあるのがヘリポート。結構かっこいいヘリコプターで、もう一つ、太陽、開けてみよう。なんとこのヘリポート、開けることができます。はい、それでそれで潜水艦がね、なんと出てきます。そう、潜って海底なんかをね、調査するやつだね。ちょっと無理やりだな。ね、ギミックがめっちゃたくさんあるからね、かなり遊べると思います。この探査船のチーム、かっこいいね。こちらもかっこいい。で、こちらがね、船長さんかな。で、あとはナンパ船。ナンパ船ですよ。この火事のあるところを開けると、はい、宝物がね、眠ってるという、隠されています。サメ釣り上げたな。まあこんな感じですかね。はい、ということで、こちらのおすすめの2種類はね、ギミックがたくさんありますんでね、ぜひもう遊びまくっちゃってください。はい、いろんな楽しみ方あるよね。いろんな楽しみ方あるよね。で、実はね、レゴシティにはその他にもたくさんの種類があって、その種類がじゃあ、はい、はい、こちらですよ。めっちゃ種類あるでしょ。ねえ、ワクワクする。ねえ、ワクワクするね。どっから触っていいか分かんないよね。レゴシティにはね、主にまずポリス、そして消防で、トレイン、で、エアポートね。で、今太陽が触ってる海の探検隊ね。ワクワクするようなたくさんのサブテーマがあって、自分のなりたいシティのヒーローになりきって遊ぶことができるんだよね。で、これがコアスパ。え？レゴシティでは何にでもなれるし、何でもできるんだよね。すごいよな、それ。それリモコンで動くんだよ、タイ。で、今ね、子供たちが遊んでいるこのレゴの下になってるオフィシャルマップはですね、お近くのおもちゃ屋さんでもらうことができるから、ぜひ概要欄にね、リンクつけてますんで、ぜひチェックしてみてください。何でもなれるぞ、レゴシティ。はい、というわけで、この動画を
見ている君。君。どのシティのヒーローになるか。決めたかな？決めたかな？決まってない君はね、もう一度動画を見てくださいね。というわけで。